あとは後方2頭、6番池ドラゴン、そして11番のセイカプレストが後方から押し上げにかかって3コーナーカーブに入っていきます。単独先頭は2番の名将ナルト、リードは4馬身5馬身と広げていきました。3、4コーナー中間です。そして1番ミキロバンジョー、2番手マイネルラクリマ、ダイオファルコン3番手、4番手アドマイアブルー交代、ラブリースターコスモバルバル押し上げていきまして、内は4番ニューダイナスティ、さあリードを4馬身取って積極果敢、2番名将ナルト先頭直線コースに入りました。リードを4馬身、2番手1番ミキロバンジョー、あとはニューダイナスティ、ダイオファルコン、マイネルラクリマぐんぐん追ってきました。マイネルラクリマあと追い込んでくるビクトリースターなど、さあ先頭は2番の名将ナルトだ、名将ナルト先頭、リードは3馬身ぐらい、ニューダイナスティとマイネルラクリマダコールの2着争い。2番名将ナルト逃げ切ってゴールイン、名将ナルト復活。1番山人暴落手が続いて向こう上面中ほど、3コーナー坂の上りを目指していきます。3馬身4馬身空いた中段は9番のロングリバイバル追走で、あとは2番東海オーロラ、3馬身差3番アドマイアバラード、後方4番手グループに12番スノードン、5番鶴見プラチナムが並んで、3馬身離れて後方2番手7番マイネアルナイル、最後方待機8番のアドマイアスピカです。3コーナー坂の上り、先頭1番フェデラルホール、残り800を切って坂を下っていきます。リードが広がって2馬身2馬身半となりました。 3,4 コーナー中間、2番手に4番メイクアップが単独上がって、13番ダイシンブラック交代、押して上がっていく10番エーシンマックスが3番手の外600を切って、その後5番手の外が11番のエーシン白龍、先頭まで4馬身射程圏内に入れました。あとは6番ヤマニンボは楽て、押し上げる9番のロングリバイバル、4コーナーカーブから直線を向きます。先頭1番フェデラルホール、リードは2馬身、2番手からメイクアップが並びかけます。さらには11番エーシン白龍3頭広がってくる、内をついて6番のヤマニンボは楽て、まもなく残り200、あと追い込み勢、各馬の間から8番のアドマイアスピカが一気に伸びて、アドマイアスピカがかわして先頭、エーシン白龍2番手、ヤマニンボは楽て後続も殺到してくる、先頭は8番のアドマイアスピカ突き抜けてゴールイン。各馬が外回りの第3コーナーを目指していきます。先頭はサートのシュレン、残り1200を通過、単独2番手の位置ですが、シゲルササグリがつけております。3コーナーカーブ、3番手花野慎之介、4番手11番ビクトリースター、この辺り馬順はそれほど変わりません。その後方からはホーカーテンペスト、萩野ハイブリッドが行っています。残り 1000m はすでに通過して 3,4 コーナー中間です。その後マテンローボスが行って、マジェスティハート中段の外目です。マジェスティハーツ中段の外目、残り800を通過、後方から4、5頭目レコンダイトに、あとは3番のカルドブレッサ、そして後方の2頭ですがわずかに外、さあバンヌーボーという体勢です。その内からは6番のタガノグーフォ、各馬が第4コーナーをこれからカーブしていきます。まもなく直線に向かいます。前の争いですが、サートのシュレンがわずかに先頭、サートのシュレンがわずかに先頭ですが、外からはビクトリースターがじわっと差を詰めてまいりました。大外からはマテンローボス、その内にはハギのハイブリッド、そして内から前に食い下がるホーカーテンペスト、さあ先頭は粘る粘るサートのシュレン、サートのシュレンが粘っておりますが、レコンダイト、レコンダイト連れてハギのハイブリッドが足を伸ばしてくる、ややマテンローボスは遅れたか、前の争いですがサートのシュレンが粘るところ、外から5番のレコンダイト追い詰めてゴールイン、しかし振り切りましたサートのシュレン、広げました。7馬身8馬身とリードを取ります。残り 1200m、 3番名将渦潮、単独2番手6番のヒューマ、さらに3馬身相手8番ニューダイナスティ、3番手4番ビクトリースター、4番手追走で3コーナーカーブに入っています。あとは10番の X マーク、単独で5番手に上がっていきました。7番のリベルタス、5番マイネルメダリストが続いて、その後11番のフレージャパン、2番ムスカテール、あとは後方順番変わりません。12番ノーステア、ホーカーテンペスト、1番バーゲンザイル最後方、さあ前は飛ばしている3番名将渦潮、リードは7馬身ぐらいで4コーナーカーブに入っています。6番ヒューマが詰めていきました。連れて上がっていく8番ニューダイナスティ、その後ろに上がっていきました10番の X マーク、4コーナーカーブから直線コースに入ります。一気にリードがなくなってきました。名将渦潮わずかに先頭です。2番手にはヒューマ、ヒューマ並んでいきまして、並んでかわしました。残り 400m、 外から並んでくるニューダイナスティ、間はビクトリースター、そして X マーク、追い込んでくるリベルタスが追い込んできました。ヒューマが先頭だ。ヒューマ並んでくるニューダイナスティ、2頭が並んでいる。あとは追い込んでくる1番のバーゲンザイルが1番外からぐんぐん追い込んで200を通過する。さあ先頭は今度はニューダイナスティ、ニューダイナスティ、バーゲンザイル、ムスカテールも追い込んでくる。さあニューダイナスティ、ムスカテール、バーゲンザイル、この3頭争いだ。ムスカテールかバーゲンザイル、ニューダイナスティ並んでゴールイン、最後はムスカテールか。最後方9番エバーグリーン、向こう上面から3コーナーへ向かいます。先頭は11番の関翔です。抜けました。リードが2馬身、10番のマイネオーラム2番手、1200を通過、1番のジャーエスペランサ3番手、あと2馬身差、
4番手6番リメインサイレントです。そして2馬身差2番のイタリアンネオが追走、外にはアトムです。今残り 1000m を通過、前半 1000m1 分1秒3というタイムです。 3,4 コーナー中間です。先頭は逃げている11番セキショー、リードは1馬身半800を通過、10番のマイネオラムが2番手、淡々とした流れで4コーナーへ向かいます。3馬身差1番ジャーエスペランサ3番手、あとは6枠2頭リメインサイレント、あとも差を詰めていって外を回るのがシャローパーティー、第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。ここで8枠2頭並んでいます。関翔マイネオーラム、これから 400m を通過します。あと3番手広がって、今3番手には7番アトム、坂を上がってくる、あと外に広がりまして追い込んでくる8番シャローパーティー、1番外は5番レッドルーファスの体勢、坂を上がりました。先頭はここで10番マイネオーラム、 200m を通過した。そして追い込んできた間から4番ダービーフィズ、ダービーフィズ連れて7番のアトムの体勢、3頭の争いから間から4番ダービーフィズが先頭だ。リードは半馬身、ダービーフィズゴール。2番手はどうやらアトムで4馬身5馬身離れました。4番風の子、後方から5頭目、あとは15番のサンマルデューク、12番ボーグトルネード、後方3番手から4番手、そしてぐーんと今上がっていきました。あとは9番ジャンナが後方2頭目で、最後方8番成田ポセイドン、3コーナーカーブに入っていきます。前は変わりました。16番名将一押し先頭でリードを2馬身取っていきます。さあ2番手争い2頭並んで、2番のブルーチッパー、1番ベルサリエーレ、その後は4番手の位置6番レッドグランザ、あとは13番メテオロロジストで 3,4 コーナー中間、10番どこ吹く風、11番アンコイルド、間から14番ソリタリーキング、その後ろに12番のボーグトルネード、うちは5番のキクノソルが中段で、あとは15番のサンマルデューク以下続いています。前は名称一押し、そしてブルーチッパー2頭並んで4コーナーカーブから直線コースに入ります。レッドグランザ、さらにはどこ吹く風並んでいきました。さらにはアンコールド、さあ広がっていきます。残り400の標識を通過して、どこ吹く風が先頭か、外からアンコールド、さらに追い込んでくるソリタリーキング、風の子が追い込んできた、一番外からボーグトルネード、レッドグランザも食い下がっている。さあ先頭どこ吹く風、外からソリタリーキング、外からソリタリーキング並んでくる、どこ吹く風、ソリタリーキングの争いに間にキクノソル、そして風の子追い込んでくるが3番手争いまでか、前ならどこ吹く風、ソリタリーキング2頭が抜け出した、どこ吹く風、ソリタリーキング、どこ吹く風ゴリ、どこ吹く風、2着は14番ソリタリーキング、3着に11番のアンコイルド。ここは集団固まって玉本トッププレイ、外にマジェスティーハーツ、今日は中段を進みます。1番のマウントシャスタがそのうち外回りコース坂を上ります。3馬身後方にカルドブレッサ、あるいはサングレアル、そしてマックスドリームが続いて坂を上り切ります。3馬身後方、最後方にシャイニーガール、最初の 1000m を通過しました。 1000m59 秒を切る形、58秒8、軽快なピッチで2番のエーシン光が飛ばしてリードは4馬身、2番手グランデッツァが差はありますがマークする形、残り600切りました。2馬身差、単独3番手接近は10番のコスモスオンパーク、その後ろの終盤にマジェスティーハーツ、あるいはアドマイアギャラン、内から花の新之助、4コーナーカーブから直線コースに向いてカルドブレッサ、さらにその後方の集団も差を詰めていますが、さあ栄新光先頭で残り 300m、 まだリードが2馬身あります。徐々に差を詰めようというグランデッツァ、しかし200を切ってなかなかその差は詰まらない。3番手にコスモスオンパーク、さあ栄新光先頭、まだリードは1馬身半、徐々に差を詰めるグランデッツァですが、栄新光楽々逃げ切ってゴールイン。11番グランデッツァ2着。